犯罪や虐待などの被害に遭ったり非行に走ったりした少年の立ち直りを支援する県警の少年サポーターに20人の大学生らが委嘱されました。1年間よろしくお願いいたします。佐賀市で行われた交付式では出席した少年サポーターに県警の川原茂樹生活安全部長から委嘱状が手渡されました。少年サポーターは大学生と大学院生の20人で性犯罪や虐待、いじめなどの被害に遭ったり非行を犯したりした少年少女の社会復帰や再犯防止などにボランティアで活動します。田植えや料理教室、スポーツ大会などを通じて少年少女たちが年齢が近く接しやすい大学生に気軽に相談ができる居場所づくりに取り組みます。私が想像する以上に様々な背景を持つ子どもたちがたくさんいるなというのが素直な感想です。とたくさんの子どもたちの笑顔とかと支えていけるようにと自分自身も努力していきたいなと考えております。少年サポーターの任期は来年の3月までです。